はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョーです。今回ですね、こちらプルーブマームロングバイビーイングアフェイマスラッパータイクーンということで、皆さんこのサムネイル見たらなんとなくわかるのではないでしょうか。有名なラッパーの大物になってお母さんが間違っていることを証明するタイクーンです。もう意味がわかんないですね。詳細読んでいくんですけど、あなたのお母さんはあなたがバーを吐くことができず、ここはわかんないですね。バーってなんだろうね。決してあなたは大きくならない、要は有名にならないと思っていると。で、そのお母さんが間違っているっていうのを証明するために、あなたは自分のミックステープを録音して路上で売り始めて史上最高のラッパーになりましたと。だからこの主人公の男の人が最高のラッパーになるまでのお話、お母さんを見返してやろうというようなゲームらしいですね。こちらのグループ今話題になっていて、これ覚えていますでしょうか。地下でネクストボツ、まあミームを作るゲーム、そしてまあこれ前回やったんですけれども、信用を取り返すために電話で人を騙すゲームで、今回これ3つ目です。これラッパーになるゲームというような感じ。今これ非常に話題になってて、全部ねこれ人が多いんですよ。はい、ということで皆さん、じゃあ早速遊んでいきたいかなと思いますので、よかったら皆さん高評価とコメントたくさんお待ちしております。じゃあ皆さんやっていきましょう。はい、ということで来ました。まあ毎回おなじみですね、こういったほら家があって、その中の一つに入ると。でまあ自分のフレンドになっている人がほらこんな感じで入るわけかな。ほらクルオハとかユートとかいるね。じゃあ皆さん、じゃあ早速じゃあ入っていこっか。いくよ。はい、何これ、ギャングミュージックのフェーズまで、これ何なのこれ。始まりました。これおなじみのなんかオープニング異常に凝ってるんよね、これ毎度恒例なんですけれども。あ、これお母さんがいる。で、これスープかなんか飲んでんのかな。そして今夜クレイジーな話があるんだ。ママの家に、負け犬はママの家に住んでいる。当初のエキスパート捜査が確認された。お、これニュース出てるんだ。何人かの負け犬、バーを叩けると言っている。これバーを作ろうってのかな。どうして負け犬は時間を無駄にするんだ。決して大きくはならないってこと知らないのか。お前は有名になれないんだよ。そして次はショーで、鉄が捕まった。悪名高い詐欺の使い手とは、なんか詐欺師が捕まったみたいな。で、10分後、それお母さんが見たわけやな、そのテレビを。はい、で、聞きました。主人公のリチュー。いやいや。いやいや、俺のラップをお前に響かせるための。あ、なに？おい、敗北者。おい、こら、この野郎。みたいな。お前は有名になんかなれないんだよ。つって。これ、どういうことこれ。ママの言うこと、ママの言ってることは間違っているよ。はい、っていうような感じらしいです。全く意味がわからんですね。何がしたいん話の脈絡が全然わからんのよね。お母さんはね、ニュースを見ていました。で、そのニュースの内容としては、このね、負け犬が住んでるぞと、この家には。だからもうどうしようもね、クソみたいな負け犬が住んでるからっていうニュースがあって、まあそいつはなんかバーを叩くだから、バーを開く、お店を開こうとしてるみたいな話なんかな。わかんないけどね。まあそのラップの話なんかな。ラッパーになるってことなんかな。で、お母さんが上に上がってきて、おい、ふざけんじゃねえ。おめえは有名なラッパーになんかなれねえよ、みたいな。で、こういう話になったと。で、1M、100万円貯めれれば、ママの間違いを証明することができるわけですね。じゃあやっていきましょう。こう、おなじみですね。じゃあ皆さん、とりあえずだから、ラッパーにならないといけないんで、パソコンも使ってラッパーやっていきましょう。あ、自分で多分これ曲を作っていくんだろうね。じゃあいきます。じゃあこれ、どうやればいいんでしょう。押せばいいのかな。はい。レコード、何これ。いやいやいや、よう、待て待て、これ待て待て、みんな待って。あ、これ音ゲーや、みんな。うん、えっ、はあ、70%だ。ちょっと熱い、ちょっと熱いビートを刻むことができたんかな。あー、なるほど。ピックアップした DVD、 これを外に入れて売っていこうだって。なるほどね。今曲を作ったじゃん。これを外に入れて、ほら、人がいっぱいいるでしょ。で、これ例えば、ワンタン。は？なんで？うん、ぶん殴られたんだけど、俺思いっきり。なんで？ユート？ユート？あ、ありがとう、ユート買ってくれた。ダンクブロー。This is fire! これは非常に盛り上がるね、つってる。なるほどね、これ、動画班に手売りしないといけないんだ、DVD を。これ、めちゃめちゃ大変やな。で、皆さん、5ドル貯まったので、とりあえずじゃあ、はい、部屋拡張していきましょう。で、友達を雇ったら、多分友達が手売りしてくれるみたいな感じなんですかね。そこら辺がよくわかんないんですけど、はい、皆さん、こんな感じで、じゃあまた、レコードしていきましょう。はぁ？はぁ？うぅ？はぁ？100%。これ何がいいん？これ全然ラップしてねえぞ。俺全くラップっていうラップしてないけどね。これで十分なんですかね。じゃあ、はい、またほら、ユート買ってくれるから、ユート。あ、ユート？あ、
こっちのユートは買ってくれた。もうとりあえず皆さん、あのホットドッグユートにだけ売りつけましょう。この人ね、人に騙されやすいから、とりあえず困ったらホットドッグユートに売りつけましょう。さあ、ということでですね、皆さん友達をじゃあ雇いましょう。来た。うん、俺やんそれ。うん、これ俺なんよ。これ友達ちゃうんよお前。これ俺や。お前もしかしてラップの歌詞を書いてくれてんのか。あ、歌ってる。あ、作ってくれてる。ほら、レコード。これじゃあもうリリチオが勝手に作ってくれてるから、ってなるともうあとは俺手売りするだけでええんちゃうのこれ。だからひたすらホットドッグユートに売りつければいいというわけですね。あ、じゃあ例えばクロちゃん、うん、ぶん殴られますね。ダメですね。テルキ、あ、いいねいいね。よし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 。これでね、かなり効率上がりましたね。またどんどんレベルを上げていきたいとこではあるんですけれども、次が38だって。結構時間かかっちゃうからさ、アップグレードしてみましょうか。早い記録、より良い生産ギアに投資してより早く CD を入手しようと。で、2つ目、より早く売却、いい服に投資、人々に信頼されるようにしましょう。多分これあれか、セールスマンの服装を着るってことだ。外に出てさ、手売りするわけじゃん。その際には服装とかもちゃんと黒いスーツ着てた方がちゃんとしてる人なのかなってなるやん。で、これがお金、たくさんお金が入るようになりますよってことですね。一旦安いやつを皆さん上げてきましょうか。生産速度と服と、こんな感じしようかな。これで、はい、全体的に強化されました。じゃあラップしていこう。はいはい、 Yeah Yeah Yeah、 はいはい、やばい、待って、これむずいぞみんな意外に。はい、こんな感じでリズムよく完璧、完璧なものを揃えるようにしたいね。いやー 90% だ。あんまりいいものではないですね。これあれだよね、ボットに手売りしてほしくない普通に。なんでこれ俺がやらんっていうか。あ、でも売れてる売れてる普通に。あ、売れた売れた売れた、一気に50ドルもなった。いいね、たまったたまった。じゃあ皆さん2人目いきましょう。2人目に熱いビートを書いてもらおうじゃないの。頑張ってください。ほら、リリチオはね、安定的にずっと書いてるぞ、歌詞を。いいね。はい、はい。待って、これ、リズムよくいこうか、みんな。あ、やべ。よ、よ、WWQRWW。いやー、ダメだ、100% マジでむずい。これ、あれか、アップデートしたことによって、CD を多分2枚買ってくれるようにしてるんだ、これ、多分。だから、一気にまとめて金が貯まってるってことやね。アップグレーめっちゃ重要やね。こら、うん、何しとんねんお前こら。あ、ひたすらに話しかけて、ほら112円貯まったね。じゃあこれでまた行きますね。さあ友達、やっと3人目雇います。はい、ナオくんで、次が部屋の拡張ですね。これまあ友達に任せてええんちゃうか。変にリリチョがラップする必要なくなりましたね。18円あるから、じゃあセールスだねこれ。外たくさん売れるようにしよっか。結局リリチオが一番役に立つのこの真ん中なんでね。で、最悪まあ上も一応やるはやるけど、これ無理にリリチオやる必要なくなるから、ってなるとこの下2つだね。下2つをどうしていくかっていうのが重要になってきそうだね。イエイイエイ、早いな。さあ皆さん50円貯まったので、じゃあ部屋を拡張していきましょう。 OK、 すげえ。今回さ、みんな見て、全く別物やん。いや、待って、みんな音聞いて。うん、全然これラップちゃうやん。うん、全然みんなこれラップちゃう。さあ、いいですね。ほら、レコードめっちゃ溜まるようになってる。で、これ多分レコード自体は何枚でも溜まるんかな。あ、これ3号くん来たわ。3号くん来た。ほら、これ動画班の3号くんだよ。うん、なんで死んだよお前。ほら、熱いビート刻もうぜ3号くん。さあ、もう3号くんにもじゃあやってもらおう。ほら、3号くんも始まったよ。いいね。まあいつもこれね、あれなんですよね、皆さん一人用なんですよこのマップなんだけど、まあ3号くんなんか多分暇だから入ってきたんやろうね。なんでじゃあ一緒にやっていきましょう、せっかくだから。はい、ということでですね、友達やと、ちょっと待って、ここでやんの。待って、ちょっと待って。いや、めちゃめちゃほら、ジャズのさ、これ有名な曲流れてる中で、こう思いっきりここでラップすんの。なんでモナリザの絵画とかの前でラップすんだよ、お前。明らかに間違ってんだろ、お前、これ。あれ、ちょっとおかしいですけどね。これ、どういう設計でやってるんだろうね。わかんないですね。じゃあ、座って、皆さん、パソコン使って、じゃあ、アップグレードで、これと、あと、お金だね。お金をたくさん増やしたいですね。高っ。もう、やっぱ、こっちを買わんと無理なんやろうな。自分でやっていけって意味なんやろうな、こら。値段設定的にさ、だいたい同じぐらい強化してるんですけど、値段の設定が全然違う。3倍ぐらい違うぞ。ってなると、やっぱもう分かってるんやな。この一番上は、あんまり使えないってことですね。で、こんなね、ぶん殴られるのを覚悟でね、バン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 売っていくんですよ、皆さん。誰だってそうですよ。有名アーティストもそう。
いきなりね1曲目からバズってるわけじゃないんです。最初はなんかこうコツ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 とね路上でライブをしてちょっとずつファンを増やしていってから本格的にメジャーデビューみたいなね、そういう人もいるわけなんですよ。だからこれは皆さん時間をかけてやっていくしかないわけですね。さあ260円貯まったから、あー345か。じゃあもうちょっとみんなあれだね、アップデートに使おっか。もうちょっとリリチオ自身のアップグレードしていきましょう。じゃあお金たくさん入るのと、あとマネーだね。これマネーをたくさん増やしましょうね。1セールごとに追加マネーやった方が効率よくお金貯まるんで、これでいきましょう。で皆さん、おなじみの課金コーナー行きましょうか。毎回ね、課金アイテムとんでもないものがあるんですよ。だからちょっと課金アイテム見ていいか、見るよ。あ、おなじみだね、おなじみだね。はい、来ました。はい、おなじみのね、これモザイクです。これドクター・ドレを雇って友達の仕事を早くするでしょ。これ有名ラッパーなんかな ?199 ロバ払えば、もう誰も寝ませんだって。不眠不休で働いてくれるっぽいわ。で、1000ロバでセールスマンを雇うんだって。そしたらもう DVD の販売も無料でやってくれると。じゃあ、1 hour、1時間分課金でやっていきます。ママ、見といてね。必ず僕は有名になってお金持ちになるからね。ママに恩返ししてあげるよ。よし、行こうみんな。はい、期待を込めてバンバン売っていくぞ。うわ、全然ちゃう。やっぱ2倍にするとマジで違うわ。で皆さん、そろそろ1人増やしましょうか。はい、友達雇います。はい、2人目雇って、なるほど。このエリアでまた3人ぐらいやるのか。これジャズ聴きながら。余ったお金皆さんアップグレーしていきましょう。お金優先であげていきますね。1500円たまりやした、皆の衆。どうしようかな。まあ、一旦友達増やそっか。友達増やします。はい、友達1人増やしの。そしたら次どうなるのこれ。こっちか。マンション拡張で地下行ける。地下行ったらどうなんの。うん、こんなところでラップできるか。てか、3号くんどんな感じでやってんのかな。ちゃんとやってんのかな。ちょっと観察しに行くか。今ラップしてんのか。いや、普通に寝てるぞ。あ、でもラップしてる、ラップしてる。あ、こんな感じなんだ。これクローゼットの中でラップするんだ。ほら、あ、バレてない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 。みんな3号くんにバレずに、うん、寝てるぞ。お前起こしてやれよ。ほら、3号くん優しいから怒らないんだよ。寝ていても友達に関してね。ほら、全然気づいてない。あ、気づいた、気づいたか。寝てんじゃねえぞお前。もうみんな寝てる、みんな。うん、みんな寝てたわ。ちょっと放置するだけでみんな寝るんよ。あ、でもこうしてる間に皆さんレコードはたくさん溜まっていくので、ひたすらにこんな感じで上げていきましょう。どうしよっかな。これアップグレ使おっか。アップグレしていこうね。まずお金優先で上げてきます。で、余ったらまあとりあえず早い記録かな。早い記録に振り分ける感じでいきましょう。ラッパーになるって言ってんじゃん。有名なラッパーになってママの間違いを証明するって言ってんじゃん。あのさ、これよくよく思ったらさ、これ他の人間に作詞作曲やらしてね。これあれじゃないの、これゴーストライターみたいな感じになるんじゃないの。これリリチオ自身作詞作曲してないよね。あのリリチオ売ってるだけじゃない、さっきから。リリチオは本当にこれで良かったのか。で皆さん、ちょっとラッパー増やしましょうか。下のところほら700円で買えるんで、はい、ラッパー増やしていきます、ここで。まあ、セールスマン買うとかやったらまあいいんだけど、ほら、早い記録。これ、毎度あるのね、これ。いろんな、こう、有名人かなんか。前回やったら多分、ジョニー・デップとかやったかな?なんですけど、今回ちょっと早い記録買ってみます、これ、ちょっと。どうなるんだろう。ほら、友達の仕事を早くするだって。これ、早くなんの?本当に。あ、早くなってる。でも、早く寝るようにもなってるぞ。なんか、寝る速度が上がったよ、みんな。さあ皆さん、エナジードリンク200ロバックスを使って、もうこれでも寝ないようにしましょう。はい。もうこれで、こいつらが寝ることはなくなった。もう一生起きてる。ほら、飲め、こら。よし、みんないいぞ。ほら、エナドリ飲んでる全員。はい。エナジードリンクを全員飲ませたことによって、もう寝ることがなくなりました。いいな、ワンタン。なんかワンタン頭めり込んでるから大丈夫かな、これね。さあ皆さん、これでもう安心して、もう作業だけに集中できます。これ、いちいち人を起こす必要がなくなったので、じゃあ皆さん、これでですね、アップグレードしていきましょう。え、なるほど。これ課金したことによって早い記録最高レベルになった。600ロバックスを払ったことか。これあれやね、みんなね、ドクター・ドレを雇ったことによってラップレベルマックスになった。ちょっとレコードしてみようぜ。さあこれでね、かなりたくさん CD 作るようになったんちゃいますか。よよよ、いいね。よよ、あは。やっぱ皆さん課金してなんぼってことがよく分かったね。お金たくさんやっていきましょう。もうとにかくこれお金増やしていくぞ。お金増やして片っ端から売り出していくわ。みんな CD 大量に売りまくるぞ。いくぞ。
ほら、この人たち増やしていこう、バンバン。はい、従業員増やす。はい、増やす。もうみんなモンスター飲んでる。もうモンスターの音がうるさすぎる、あまりにも。ほら、カエル。はい、いました。モナリザ。アチーブメントコングラー。いいですね。はい、皆さん、2万7000円お金貯めてきました。10分、20分ぐらい作業してますね。で、ほら、こんな感じで、もうナオ君は寝なくなったと。もう一生ただひたすら、ラップだけを書き続けるラップ人間になってしまっています。これなんかナオくんちっちゃいね、これね。多分これブロフルのナオくんなんかな。ほら、モンスターもグビグビと。とにかく友達を雇ってラッパーの仲間を増やして、まだこれ拡張すんの。どこやこれマジで。いや、意味がわからんやろこれ。もう関係ないじゃんこれ。ラップ一切関係ないからねこれ。ほら、あ、でもあれだ、みんな多分これ、これ以上人増やせない、これで終了。あ、多分ね、これみんな、友達は多分これ以上雇えんわ。ってなると、あと、パソコンの強化をして、1M 貯めて、お母さんを見返すだけや。結構いいね、いいレベルまでやってきたじゃん。じゃあ皆さん、ひたすらアップグレードやね、じゃあ。なると、もうあとは、ほら、こんな感じで、お金を、ひたすら上げていくと、いうことぐらいしかできへんやろうな。じゃあ、これでまたやっていこっか。881枚あるから、わ、いいね、ほら。もう一気、うわ、金の溜まり方尋常じゃねえぐらい早いぞ。アップグレードしてなんぼやな。おかしいよね、なんかね。もう完全にもう顔がおかしくなってるよ、ほら。罰になってる、三号くん。ラップでちょっと成功したわーって。あ、これ成功したからこれしてんの。あ、三号でいく。あ、そういうことで、もう、あえて漢字。アルファベットでは書かないんだ。三号でいくんだ。で、近くで三号くんがやってます、これ。うん。おかしくない？ほら、起こしてやれ、お前。起きろ！三号くんが三号くんを起こしてますね。ちょっと不思議な感じですね。ちょっと意味がわかんないですね。皆さん、右上のお金見てください。1.02M。来ました。課金の力を使って、ようやく私 1M 貯めました。今回、シリーズ初っす。ママの間違いを証明できます。行くよ、みんな。エンディング見ようぜ、みんなで。エンディング見て。え、どういうこと？あの、なにこれ？誰これ？そして君のトロフィーになる。え？今までで一番硬いバーに唾を吐くことができるから。何？え？数分後。ママに多分これ、有名になったよって、あれ？うん、なんか潜っていったぞ、おい。なんか潜っていったよ、下に。めっちゃ叫んでる。ママめちゃめちゃ叫んでて。なんで金色になって出てくるんや。どういうことやねん、これ。どういう話やねん、これ。何しとん、これ。めっちゃ笑ってる、金色で。あの子は伝説だ。どこがやねん、これ。死ぬまであと少し。やったね。間違ってることを証明したな。彼の口は汗まみれ。膝は弱く腕は重い。すでにセーターに吐いた吐息。お母さんのスパゲッティ、スリムシャーディ。意味がわからん。もう文の意味もわからん。うん。もう何がしたいのかもわからんのよ、これ。でもこれクリアしたってことでいいんですか、皆さん。うん、何しとんねん、こら。もうこら、何しとん、お前、こら。ということでですね、皆さん、無事、クリアしました。今回シリーズ初のクリアということでですね、めちゃめちゃ面白かったですね、このゲーム。最後までできました。まあでもやっぱ課金の力がないと時間がかかっちゃうからっていうイメージですね。よかったら皆さん最後まで遊んでみてください。僕もね、クリアしたよとか私もやり始めたよって方はね、コメント欄で感想とかもいただけると嬉しいです。はい、そんな感じで今日の動画は終わりです、皆さん。お疲れ様でした。